1987年12月のツリー。1万8000の電球で飾られた高さ75フィートの欧州逃避。ロックフェラーセンタークリスマスツリーはニューヨーク市ミッドタウンマンハッタンのロックフェラーセンターに毎年冬に飾られる大きなクリスマスツリーである。このツリーは11月下旬、または12月初旬、サンクスギビングデーの翌週の水曜日に設置、点灯される。 近年では、この点灯式がアメリカ全土にわたって NBC の番組クリスマス・イン・ロック・ヘラーセンターでライブ放送される。このツリーは通常は高さ69から100フィートの欧州東比で、この行事は1993年から毎年行われている。このクリスマスツリーは翌年1月6日の高原祭りまで飾りと明かりが付けられたまま設置される。 ツリーの設置期間が終わると建築木材などの様々な用途にリサイクルされる。多くのツリー候補は特殊化によってロックフェラーセンターに寄贈される。ロックフェラーセンターの庭園部門のマネージャーだった子、デビッド・マーバックはヘリコプターでコネチカット州、バーモント州、オハイオ州、アップステートニューヨーク、ニュージャージー州、さらには オタワの上空からふさわしい木の探索を行っていた。現在、ツリーの探索は、ロックフェラーセンターの主人造演化の英陸パオザによって行われている。ふさわしい木が見つかると、クレーンでその木を支えながら根元を切り離し、クレーンで大型望遠鏡用のトレーラーに積んでから、ロックフェラーセンターまで運ばれる。ロックフェラーセンター前の道を走ることのできる、 トレーラーの積み荷の長さの通常の制限は110フィートであるが、この大型トレーラーは125フィートの長さのものまで搭載することができるタイプのものである。ロックフェラーセンターに設置する際は、4本の視線が木の中央に結びつけられ、視線の反対側はそれぞれ四方の地面に鉄のスパイクで打ち込まれる。装飾の取り付けの際は、足場が木の周りに設置され、 作業者たちが全長5マイルについた3万の電飾を設置する。2004年から使用されている木の頂上の星は直径9.5ヒート、重さ550ポンドのものである。これはドイツ人アーティストのマイケル・ハンバーズによって制作されたもので、彼は2009年に自身の星型照明アクセサリー制作会社を立ち上げている。 ロックフェラーセンターの公式クリスマスツリーの伝統は1933年に始まったが非公式のものはこれより2年早い世界恐慌時のロックフェラーセンター建設中に始まっている。この時労働者たちは現在のものよりは幾分小さい20フィートのバルサムモミの木をクランベリーを連ねたもの、紙の花飾り、そして 鈴伯で1931年のクリスマスイブに飾り付けたとダニエル・オークラントによるロックフェラーセンター誌に記されている。また他の記録にもツリーが来館の鈴伯で飾られたと記されている。1932年にはこの行事は行われなかった。2007年からは電飾に LED が採用され、より環境に優しくなった。その後、ツリーは ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ハウスの建設用木材として供給された。ロックフェラー・センター・クリスマスツリーの過去で最も高かったツリーは、全高100フィートのキャシージム・トムソンによって育てられた頭皮の木で、1999年11月11日に建てられた。2013年のロックフェラー・センター・クリスマスツリーの点灯式は12月4日に行われた。 ありがとうございます。